大いなる西部は1958年のアメリカ合衆国の西部劇映画。監督はウィリアム・ワイラー。出演はグレゴリー・ペックとチャールトン・ヘストンなど。原作はドナルド・ハミルトンの小説ザビック・カントリー。バール・アイブスがアカデミー助演男優賞とゴールデングローブ賞、助演男優賞を受賞している。舞台はアメリカ合衆国。 1870年代のテキサス州産ラファイルに東部から一人の紳士ジェームズ・マッケイがやってきた。地元の有力者、テリル少佐の一人娘ハットと結婚するためだ。出迎えた牧道頭のスティーブ・リーチは彼になんとなく敵意を示した。スティーブは主人の娘に惚れていたのだった。途中まで婚約者を迎えたパットはスティーブを先に返して、 ジェームズと父の牧場に向かった。途中、酒に酔ったヘネシー家の息子パックたちに喧嘩を仕掛けられた。しかし、ジェームズは彼らを相手にしなかった。パットの父テリル少佐は大事主ルーファスヘネシーと勢力を二分し合っていた。二人が共に目をつけている水源のある土地ビッグマギを町の学校教師でもあるパットの親友ジュリー・マラゴンが所有していた。 彼女は一方が水源を独占すれば必ず争いが起こると考えてどちらにも土地を売ろうとしなかった。少佐は娘の婚約者への乱暴に対してヘネシーの集落を襲い復讐した。そんな少佐の態度にジェームズは相入れないものを感じた。彼は争いのもとになっているトチビックマディを見聞し女主人ジュリーにも会った。そして中立の立場で 誰にでも水を与え、自分でこの地に牧場を経営したいと申し出た。そしてついには、彼女と売買契約を交わすに至った。一方、欠勤に流行るパッドと少佐には、慎重なジェームズの態度が不満だった。水源チビックマディを手に入れるため、少佐に対抗するため、ヘネシーは、ジュリーを監禁する暴挙に出た。ジェームズは、 メキシコ人牧道の案内でヘネシーの元に単身乗り込み、水源は自由にすると明言して、ジュリーを助け出そうとした。ヘネシーの息子バックは、ジュリーに対する横連母からジェームズと決闘したが、卑怯な振る舞いから父親に射殺された。少佐とスティーブの一体が乗り込んできて乱戦が始まった。そして、一対一で対決した少佐とヘネシーは相、あい、うちで共に死んだ。 憎悪による対立と暴力の時代は終わった。ジェームズは、ジュリーの腕を取って、新しい我が家、ビッグマギに、馬を進めるのであった。2015年10月7日発売の、吹き替えの名版シリーズテレビ吹き替え音声収録、HD d マスター版 DVD には、ネットテレビ審判が収録。日本語版本作で、アカデミー作曲賞に、ノミネートされたジェローム・モロスによる、テーマ曲が有名。 CM やテレビ番組のテーマ曲などにも使われた。ありがとうございます。